トヨタトータルクリーンシステム。トヨタトータルクリーンシステムは昭和50年度以降の日本の自動車、排出ガス規制に対応したトヨタ自動車の公害対策技術。トヨタトータルクリーンシステムという名称は商標登録されている。略称は TTC。TTC のトータルはトヨタグループの総力を結集するの意から取られた。 トヨタのハイガス対策への取り組みはアメリカ合衆国カリフォルニア州で収独時の自動車に対する環境を規制が開始された1960年代初頭より始まった。1964年昭和39年にハイガス対策専門の研究部門を創設し、1968年昭和43年に東富士自動車性能試験場に 排気ガス実験棟を建設、同年米連邦で初めて実施されたに、日本車メーカーで初めて証を取得した。1971年、昭和46年に、排ガス対策を専門とする東富士研究所を新設し、開発体制を強化していった。トヨタはホンダが初めにクリアしたマスキー法をクリアするために、あらゆる可能性を模索した。百六十四年、 昭和39年にガスタービニエンジン、1967年、昭和42年にロータリーエンジンと、機自動車の研究を開始したが、これらは、将来の、排ガス規制の強化を見据えて、レシプロエンジンの大替案として開発された、ものであった。しかし結果としては、技術的な課題が多く、商品化までに至らなかった。排ガス規制の強化とは別に、1973年、 昭和48年に発生した第一次オイルショックも燃費の問題によるロータリーエンジンの開発中止という影響を与えた。その後、酸化触媒とエアポンプ式二次空気導入装置 EGR を組み合わせ、後に TTCC として商品化されることになる最初の触媒方式が開発され、1972年昭和47年にホンダ技研工業より、 CVCC のラセンス契約を取得、後に t t c v として商品化されることとなる。同時に気迫燃焼の研究も進め、1976年、昭和51年に t t c l として実用化に成功した。こうした同時並行的に開発された複数の方式を販売ラインナップの各車両の性質に合わせて選定することで、トヨタは 昭和50年排出ガス規制をクリアした。トヨタはこれらの開発体制を複眼の思想と称して反則活動を行った。様々な方式の研究開発の結果、トヨタはマスキー法適合の決定だとしては、レシプロエンジンを主体に触媒方式を主力とする方針を1971年、昭和46年末に決定した。しかし、 当時国内外の触媒メーカーの多くは自動車メーカーに触媒を供給するにあたって触媒成分の解析を禁じる契約を結んでおり供給される触媒に開発結果がフィードバックされるまでに時計を要した貴金属の安定供給や触媒そのものの信頼性にも課題がありこれを検知して富士中工業のように触媒の採用を当面見送るメーカーも現れた こうした状況に号を煮やしたトヨタは、触媒の研究開発から生産までを、トヨタグループのみで手掛けることを決意する。1971年、昭和46年2月以降はトヨタ中央、研究所の協力のもと、みや手法も導入して、触媒の独自開発を開始。1972年、昭和47年に、ハイガス対策機器量産のための研究を専門とする。 特殊部品製造企画室を設立、同年に、プラチナやパラジウムを安定購入するため契約を、産出諸国と直接締結することにも成功した。1973年、昭和48年に、ハイガス対策機器の生産専門の下山工場を、愛知県西鴨郡三好町に開設、同年8月に、自動車生産ライン上で、ハイガス対策機器の稲判定を行える。 合口排出ガス情報処理システム、x スの研究を開始し、1974年11月に同システムによる排ガス規制適合者の量産体制が確立した。触媒の研究開発及び生産は後に、愛心正規傘下のキャタラーに引き継がれた。販売店サイドにおいては TTC システム搭載者のアフターサービスに特化した技術者である。 TTC テクニカルリーダー制度を創設し、顧客対応にも万全を期した。トヨタは、当時のトヨタ自動車社長である、トヨタ英二を人頭に、自動車排ガス規制を所管する、環境庁及び、中央公害対策審議会への対応にも不信した。1971年、昭和46年8月、中央公害対策審議会は1975年、 昭和50年から1976年、昭和51年の2段階でマスキー法を導入することを決定、1973年、昭和48年5月より国産メーカー9社に対し聴聞会を実施した。この席上、トヨタは技術面、生産面での課題はクリアしつつあるが、実用化のための試験時間が不十分で、品質保証上の問題も、 未解決であることを考慮して、排ガスの規制強化は段階的に実施してほしい旨答申し、環境庁はこれらの答申を踏まえて、昭和50年及び51年規制の概要を制定した。昭和50年排出ガス規制成立を目前に、控えた1974年、昭和49年6月の環境庁長門会では、様々な方式を研究開発しているが、 現時点で、耐久性を十分確保したまま51年規制をクリアできる目ど張っておらず、実験室レベルでの成果も生産に反映するにはなお、数年の時間を要する旨等進し、この後数年間は、昭和50年規制値を維持した上で、再度妥当な規制値を再検討するように要望した。これは事実上の開発失敗宣言のようなもので、 あったが、同年9月の衆議院公害対策並びに、環境保全特別委員会での参考人招致では、豊田英二自らが自社及び国内各社の開発状況を答弁した上で、51年規制の正規規制値適用を2年間先延ばしとすることで、開発期間の猶予を求めた。中央公害対策審議会は、こうした答申を踏まえて、 昭和51年排出ガス規制の再検討を行い、マスキー法1976年正規規制値である、1キロメートル走行あたり0 2 5ムの NOX 許容限度値の正規適用を昭和53年排出ガス規制へと見送ることとし、新たに暫定規制値として NOX の排出平均量を10日間制重量1 0 0 0ラム以下の自動車については0 6グラム 1 0 0 0ラムを超えるものについては0 8 5ム、としたものを昭和51年排出ガス規制として制定した。これは暫定ながらもかなり厳しい規制値であり、米国でのマスキー法の適用が延期となったことで、この時点でも日本の排ガス規制値は世界で最も厳しいものとなっていた。こうして日本におけるマスキー法の完全達成は2年後の1978年。 昭和53年まで一時延期となり、その間に、トヨタをはじめとする国内旧社は、技術開発に注力、トヨタは改良された TTCCE 方式、および新開発の TTCL 方式での51年規制適合に、こぎつけた。昭和53年排出ガス規制に向けて、トヨタは、電子制御式燃料噴射装置に三元触媒を、組み合わせた。 新たな TTCC 方式の開発に着手し、3元、触媒方式での耐久性確保の上で課題となっていたオーニセサーの素子の改良に、豊田中央研究所及び日本電装と共に取り組み、耐久性の高いオーニセンサーの実用化に成功する。従来型の酸化触媒を用いた TTCC 方式や t t c l 方式も改良により53年規制に適。 あとに三元触媒型の TTCC 方式に修練されるが、トヨタは1978年に三つの方式を並行してラインナップに揃えた。二年の開発期間を与えられたことで、トヨタ以外の国産発車も、それぞれ独自の排ガス対策手法を確立した上で、昭和53年規制に適合、あとにカフェ規制をはじめとする新たな燃費基準に対応するため、 トヨタと同様の三元触媒方式を自社独自のハイガス対策と併用する方式に切り替わっていったが、当時のトヨタ自動車取締役の松本清氏は、後に、この時期の開発状況について、電子制御機器から触媒で、すべてトヨタで開発できたことが、開発、価格の両面で強みとなったと述べている。三元触媒方式への移行は、性能回復の面でも強みとなった。 TTC を含めた、それまでの希薄燃焼や酸化触媒、サーマルリアクターなどの処方式は、空燃比を理論空燃比から、あえて外す必要があるため、燃費の悪化や、牙を抜かれたとも形容される性能の低下を招いたが、理論空燃比14.7で最大の浄化効率を発揮する三元触媒は、性能の低下がないため、トヨタは1979年、 昭和54年より三元触媒と合わせて DOHC を導入し、市場にツインカム旋風を巻き起こした。燃焼室の改良や部品の軽量化、タイミングベルト導入などによるメンテナンス振り化にも取り組み、1980年の 1GEU 型や1981年の 1SU 型は公募で、ライトウェイと軽量アドバンスと進歩スーパーレスポンス。 高応答性エンジンを意味するレイズの愛称をつけ、排ガス規制機に低下したトヨタのスポーツイメージの回復に寄与した。実際の商品の排ガス浄化方式は3種に大別される。TTC のうち TTCC 及び TTCL の2種はダイハツ工業へ技術供用され、DEX としてダイハツ工業のエンジンにも採用された。楽しくご覧になりましたら、 購読と良いです。クリックしてください。